本当にね、2日間でしたけどもね、本当に皆さんのおかげでね、楽しく過ごせました。ありがとうございます。この後ね、片付けに入っていきたいわけでございますけども、持ってきたものにつきましては申し訳ありません。ゴミは、ご自分の方でですね、皆様の方でお持ち帰りください。それから忘れ物、毎年いくらかあるんでございますけどもね、ブルーチップの忘れ物はそのまま理性の備品にしますので冗談ですよ。どっか楽しいものとありましたら、また私の方に教えてください。あとですね、元気だと思ってても結構疲れていますのでね、帰りのところはですね、ね、気をつけて帰っていただければと思います。おかげさまでね、第29回ビジネスブルーセミナー大きなね事故もなく終わることができました。本当にありがとうございました。また来年ね。